みんな、夏を全力で乗り切ることができたであろうか。守備よく共通テスト対策の基礎知識を身につけ、目標大学も明確にしたところで、さらに自分と向き合うことになる。夏に行われた模擬試験をしっかり分析して、さらに弱点を潰していこう。分析と知識の整理が完了した君たちには、共通テスト対策最後の切り札を紹介しよう。その名も、大学入学共通テスト対策問題集。大学入学共通テスト対策問題集とは、共通テストの出題傾向を予測し、3回分の模擬試験としてまとめたものだ。本番を想定して全科目を2日間で解き切ったり、各教科の時間配分を研究するのもよし。はたまた科目ごとに繰り返し解くことでパターン演習をしたり、弱点補強として活用するのもよし。そんな弱点補強に効果的なのが解説映像だ。丁寧な解答解説冊子はもちろんついているが、それに加えて、なんと解答のポイントや考え方を映像で見ることができるぞ。動画は大問ごとに分けてあるので、間違ってしまった問題のみピンポイントで視聴することが可能だ。実践的かつ総仕上げとして有効に活用してもらいたい。この夏の成果を定着させることで得点力へと変えていこう。大学入学共通テスト対策問題集を大いに活用し、大学入試の第一歩を確実なものにしていこう。